聖書箇所は、先ほど読んでいただくところとちょっと違うんですけど、創世記の37章の2節から、11節を読みたいと思います。ヨセフの話のところですね。創世記の37章の2節から、11節を読みたいと思います。読みます。創世記の37章の2節。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子ら、ジルバの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年老い子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも、彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で玉を束ねていました。すると突然私の玉が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の玉が周りに来て私の玉にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄さんたちに話した。彼はまた、私は夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を拝んでいるのです。言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ。私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに住み出て死に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。お願いします。愛聖様、ありがとうございます。一人一人の証をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。また一生の賛美、そして証をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。主はこのまた予言の言葉をありがとうございます。主はこの場所に満ちておられ、また白馬キャンプの祝福と恵みがこの場所に住まれていることをありがとうございます。主はどうぞ今日あなたが語れということを語ることができるようにしてくださり、御霊のご自身がご自由に語ってください。そしてどうぞあなたとあなたの言葉の前にお手振りくれを与えてください。今日もあなたに期待します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。改めて皆さんこんにちは。シャロン、シャロン、シャロンですよね。そうですね、本当白馬キャンプで一人一人がこう受けた祝福っていうのがね、非常に大きいと思うんですね。で、まあ、今日も朝礼拝で秋元牧師が言われてましたけど、今気がついてる祝福もあれば、後になってあれがすごい祝福だったのかなって気がつくことがあると思うんですね。ですのでぜひですね、期待していただきたいと思います。これまだ気がついてないと、気がついてないことってたくさんありますよね、祝福って。でそういうのにたくさんこう気がつくっていうのはすごく重要だと思います。それともに、今日はですね、皆さんの私ともに、クリスティンの、特別さんもありましたし、またイスラエルから、ミハヤさんが来られてですね、バラハバ、クリスティンアドナイでしたっけ、その曲をですね、本当にこう、賛美して、アカペラですね、それもありましたし、また証もね、すごく良かったなと思います。そのことをまず主に感謝したいと思います。で、確かにね、こう 夢っていう話をしましたけど、夢は夢で終わる人と、まあ、フィアレテールって言ってましたけど、解き話で終わる人と、そうじゃなくて実現するって、夢は実現するっていうことですね。で、まあ、その話を聞きながら思い出したのはヨセフの話なんですね。今日開いたのは
ヨセフが17歳の時に夢を見たわけです。でそれでその夢のことをお兄さんとかですね、お父さんとかこう言うわけなんですね。でそれで結局どうなったかというと、憎まれてですね、皆さんの中で末っ子っています、末っ子ってどれくらいいます、末っ子。あ、結構いますね、はい、あの末っ子はですね、あれですね、私はあの男3人兄弟の真ん中だったんですよ、まあ、2番目だったんですね。でそれで兄と、まあ、1つ上に兄がいて、兄とよく言ってたのはやっぱり親は一番下に甘いっていうかね、これでね、高校かなんかにね、あの高校、弟がですね、高校に入ったんですよ。それでね、なんかね、普段よくないんですけど、すごい成績が良かった。学年で10番ぐらい、すごくね、公立高校ですっごい、まあそれはすごいなって思ったんですけど、そしたら、あの父親がですね、あの父親がステレオを買ってやるとかなんか言って、ね、あれ前の時は何も悪かったねってなんでそんなに違うんだってっていうかね、あの末っ子にやっぱり、まあしょうがないですね、甘いんですよ。だからこれ、まあ、皆さんね、見てください。で、もう輝いて輝いてしょうがないっていうね、末っ子はね、まあそうなの、親はそういうふうに見るんですね。だからどうなのかっていうとね、 兄としてはね、なぜ我々の時には何にもなかった、成績がどうだやろうとか全然関係なく何にもなかったのに、なんで弟の時にはあんなにするんだって言って、なんかちょっと不満もあったりね、まあそういう感じなんですね。だからどうなのかって、ここね、そのヤコブっていう、まあ、あのお父さんがですね、ヨセフが可愛くて可愛くて可愛くてしょうがなかったんですね。だからいい服を着せてあげたりとかね、そういうような感じだったんですね。だからそういう仲だったんで、もともとそのヨセフと他のお兄さんとの関係が良くなかったわけです。なんであんなにヨセフばっかりこう引きするんだみたいな感じでね、まあ、そういう感じだったんですね。で、それにさらに火に油を注ぐようになっていくことがあったんです。それは何かというと、17歳の時ですね、ヨセフは夢を見たわけです。その夢っていうのがどうなのかというと、みんなヨセフの前でひれ伏すような感じよね。まあ、逆に言うとヨセフがすごく偉くなって、ああお兄さんたちもこうやってきてるよ、自分の前にひれ伏すっていうか、そういうふうに立つって言ったんで、もっと怒ってですね、穏やかに話もすることができなくなってしまったっていう話なんですね。それだけじゃなくて、もうあれはなんとかもう、兄弟とも言ってもですね、あんなのもう放っておけないって言って、結局殺そうとさえまあ、殺されはしなかったけども、エジプトに奴隷として売られていったっていう、そういうこう道を経ていくわけなんですね。ただ一つポイントがあって、質問しますね。さっきのミハイルさんのメッセージをちゃんと聞いてたかどうかちょっとねこれはね、そのヨセフが見たのはあのおとぎ話だったと思う人手を挙げてください。おとぎ話、それとも夢だと思った人、はい、そうですね。じゃあちゃんと聞いてますね。じゃあこのことを返して、それはね、ヨセフが見たのはさっきの話で言うとですね、おとぎ話じゃなくて夢だったんです。で、しかもその夢っていうのはね、どういう夢かっていうと、神から来た夢だったんですね。これがすごい夢、まあね、私たちはこういろいろ夢を見たりするんですけども、でもヨセフが見た夢っていうのは神から来た夢だった。だからある、まあ、別の言い方で言うと、詩編の、ね、聖書の詩編ってありますけども、言い方で言うと神の言葉として捉えることができるわけですね。神から来てたんです。でヨセフが偉くなるっていう、そしてね、その言葉を、ね、まあ、日本人の人は結構ね、そんなことを言わないで人に言わなかったんだけど、まあ、下の一番下の子っていうのはなんかあんまり平気でボボボボ言ってしまうんで、ある意味で告白したわけですよね、神の言葉を告白した結果として困難の中に投げ込まれていったんだけれども、最終的にはどうなるのかっていうと、エジプトの、まあ、あのファラオっていうかキングの、それに仕える、まあ、ナンバー2になったってことですね。まあ、では実質ナンバー1になったってことで、すごく偉かったんですね。で、なぜそうなったのかっていうと、ヨセフは17歳の時に見た夢を、いろんな出来事の中でも決して手放さなかったからです。で、まあ、さっきイスラエルの話ありましたね。で、ある人たちは、まあ、イスラエルっていうのはあるところで
まあ、紀元、まあ、1世紀ぐらいのところでこう離散したわけですね。でそれはまあ聖書にそう書いてて、まあ、こういうことをやらなかったら世界中に散らされる。だけれども例えばエゼキエル書とかいろんなところに書いてるのは、しかし私は彼らをまた戻すっていうことが聖書の中に繰り返し繰り返し繰り返し書かれてるんですね。そしてその言葉の通りに1948年にそのイスラエルが元のカナンの地に建国されたわけです。でどうなのかっていうと、その中でね、その夢をこうしっかり握っていた人もいれば、でもう忘れてしまった人もいるかもしれません。だけれども確かに夢を最後までしつこく、神から来た夢をしっかりと握った人はですね、その成就を見てるんですね。それで一つ言いたいことは何かっていうと、皆さんに神様が語ってるいろんなことがあると思います。いろんなビジョンのこととか、まあ、リバイバルの中での働きとか、週末の働きの中で、あるいは賛美の働きのとして持ち上げたりとか、作詞作曲で持ち上げたりとか、映像の働きでも持ち上げたりとか、いろんな形があると思いますけれども、神様から来たそのビジョンとか夢っていうのを握るか握らないかがもう決定的なんですね。でヨセフはどうなのかっていうと、握ったんです。というのは彼の言葉がその通りになるまで、あの神の言葉は彼を試したっていうのは詩篇の言葉にありますように、試したってことは、まあ、試しの中でヨセフは最後まで神の言葉を握り続けたんです。そこが鍵なんですね。で試しの時って全でだってヨセフは偉くなるっていうんでしょ、こう右肩上りにこう上がっていくっていうんじゃなくて、その言葉を受けてからどん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 下がっていってね、で殺されそうになって奴隷として売られ、そしてまあ忠実に仕えたにもかかわらず冤罪っていうね、濡れ衣で牢屋に出られて、で牢屋の中に入れられてですね、さらに夢を解き明かしたにもかかわらず、さらに2年間忘れさないって、どん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 下になっていくじゃないですか。神様の約束してるのはすごく偉くなるってことなんでしょ。全く逆だった。で、全くそう見えない状況の中で、逆の状況の中で試されるってことがあります。だって、大体そうなんですよ。聖書を見てるとですね、ダビデだって、王としての油注ぎを受けてから、逃亡したダビデが始まったわけでしょ。サウルに殺されそうになってからね、今で言うと視界のあの辺を逃げ回っていったわけでしょ。王様どころではないですよね。もう本当命からがらですね。で、そういったところを経たわけですね。だから神の約束が与えられたかといって、その通り順調にずっとそっちに行くんじゃなくて、むしろ逆に行く、逆にヨセフみたいなパターンも実は聖書に書かれてる。ダビデもそうでしたし、で、ところがですね、時が来た時にまさに神が与えた通りになってるんです。だからどうなのかっていうと、試しの期間、絶対に、なんかそこに断言牧師がいますけど、あの賛美の柱の教会の名前が与えられたってことをね、あの白馬で言われてましたよね。言葉が与えられたけど、全然創学者がいない賛美のてか何にもないっていうかね、まあそういう期間があったんですね。だけど、ある時が来た時に、まあなんかこうグッと動き始めていますよね。まだ始まったぐらいのところかもしれませんけども、神の働きの中ではそういう期間があるんです。皆さんも神の約束がよくわかんないなっていう人はですね、まず教会に与えられたビジョンをしっかり受け取ってくださいと同時に、神様にこれを語られてるってことがあるならば、絶対に手放さないで、全く逆に行くことはよくあるんです。だけど逆にから御心ではないっていうわけじゃなくて、主が語ってなかったら御心ではないですけど、語っていても逆に動くっていうのは聖書で言われてる、まあ、多くのパターンなんですね。だからその中でね、しつこくですね、日本にはこうね、亀でスッポンっていうのがいて、なんか一回かわれたら離さないような、そういうスッポンっていうのはいるんですけども、スッポンのようにですね、しつこくです。神の言葉に対してはしつこくですね、握り続けてですね、具体的なその成就ってね、で、その成就の時っていうのはすごい凄まじい形で成就するんですよね。で、例えばイスラエルの建国1948年だって、絶対こうどう考えても不可能なところが、その突然ね、1948年イスラエルがあそこで建国されたわけですね。奇跡が起きてるんです。20世紀最大の奇跡とも言われてますけども、
で同じように私たちの人生の中においても生活の中ね、神様は盛りだくさんのね奇跡を備えてください。鍵は何かというと、神の与えてくださった言葉、その幻っていうのね、その夢をですねしっかりと握ってですね、逆に行く中でもね、試しを受ける中でも握り続けていくってことね、そこに鍵があるってことをね覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛聖様、ありがとうございます。本当に今日あなたが一人一人を招いてくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたが与えてくださった夢をしっかりと握って、その約束の成就、またその夢の成就を一人一人がヨセフのように見ていくことができるように助けに導いてください。イエス様の名前によってなります。アメン。それではどうぞお立ちになってください。ハレルヤさん、親しき御交わりが私たち一人一人とともに、また教会に集われて一同とともに、今のうちもとこしえまでも豊かにあふれるばかりありますように。